インパクトムアントオーンターニーは、太陽国、ノンタブリー県パーククレット郡にある、アリーナ、コンベンションセンター、エキシビションホールを含む複合施設。正式名称は、インパクトムアントオーンターニーエキシビション、コンベンションセンター。インパクトムアントオーンターニーは、不動産会社バンコクランド社によって、1998年、アジア競技大会が行われる3競技場の、 一つとして建設された。その後、競技場は拡張され、1999年にインパクトエキシビションセンターに名称変更。2000年にインパクトコンベンションセンターを建設し、2003年にエキシビションセンターをさらに拡張。2006年に世界最大の屋内に柱のないインパクトチャレンジャーホールを建設。その中で、 日本史や大規模イベントの会場として発展してきた。2007年現在、屋内総床面積14万平方メートル。アジアで2番目に大きなエキシビションコンベンションセンターであり、チャレンジャーホールは世界で最大の柱のないエキシビションホールである。5つのエリアから構成される。ありがとうございます。